おはようございます今週も始まりましたゲートセブ7今週は先週に引き続き日本放送ショーアップナイター解説者電動入り谷繁さんとともにお送りします今週は順位予想ですよはい、はい、僕日刊スポーツも見てますからねすごい当てる自信はありますある僕ですね,ね去年はい実はセーパー両方とも優勝チーム当てて 下は下は別にいいんですよ。もう優勝チーム当てました。で日本シリーズ勝敗も当てました。四勝三敗。はい。ああつ当たりましたよね僕ねここで。当たってる。そうなんです。あここでそうです。もう言ってます。さすが。はい。じゃあ今日は今年二千二十四。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石橋貴之のゲートスセブン今週のテーマは。 さあプロ野球が始まった今年の優勝はここだということでかなり自信があると谷口、うん、さんはいなんか日刊スポーツでは全部当たったら来年のメジャーのキャンプに連れてけって書いてありましたけどそれメジャーのキャンプを見たいんじゃなくて <laughs> <laughs> でゴルフししたいんょあの今回今年もね行ったんですよ違う仕事でゴルフバッグ持っていかずにもう野球だけ見て帰ってきましたからえそうなんですあのフェニックスオープンやるあのコースとか僕見に行きましたら晴らしいですよそうですかあらでも来年もしそれで当たったらゴルフバッグ持っていかれるんですよね